巨人と戦うディオニューソスギガントマキアーは、ギリシア神話における宇宙の支配権をめぐる対戦で、巨人族ギガースたちとオリュンポスの神々が戦いを繰り広げた。最強の英雄ヘイラクレイスが、オリュンポス側の味方として参戦したことでも知られる。長母音を省略してギガントマキアーとも表記される。巨人はギガースあるいは、ギガンテスと呼ばれ、巨大で濃い毛を生やし、腰から、下は、 竜の形をしていた。この巨人はクロノスによりウーラノスの世気が切り取られた、際に滴り落ちたチオガイアが渋滞し、生み落とされたものとされている。予言により、この巨人には、人間の力を借りなければ、勝利は得られないと告げられており、オリュンポスの神々は、負けはしないものの、巨人に打ち勝つことができなかった。このため、ゼウスは、人間の女アルクメーネーと交わり、 ヘーラクレースを設け、味方とした。ガイアは、ギガースの弱点を克服させるために、人間に対しても不死身になる薬草を大地に生やしたが、これを察知したゼウスによって、いち早く刈り取られ、ついに、ギガースがそれを得ることはなかった。ギガースたちは、山脈や島々など、ありと、あらゆる地形を引き裂きながら進軍し、巨岩や山そのものを激しく投げ飛ばして、 神々を攻撃した。これに対し、オリュンポースの神々も迎撃を開始し、ティーターのマキアー以来の宇宙の存亡をかけた戦争が、再び始まった。ゼウスは巨人たちを来帝で、次々と打ち倒し、戦闘不能になった巨人たちはことごとく、ヘイラクレースの号泣の餌食となった。他の神々も奮闘し、ディオニューソスは、杖で戦い、 ヘカテーは灼熱の許可を投げつけ、マターテーナートポセイドオーンは、火山や島そのものを巨人に叩きつけて押しつぶし、最後に、ヘイラクレースが強大な毒矢や,や怪力を持って巨人に止めを刺した。パレーネーの地に触れている限り無敵の力を得る、最強の巨人もいたが、ヘイラクレースの圧倒的な怪力によってその地から引き剥がされ、その後彼の剛腕によって殺された。ギガスたちは、 神々とヘーラクレースによって皆殺しにされ、この壮大な戦争はオリュンポースの圧勝に終わった。この戦いの後、ガヤは最大最強の怪物、テューポーンを生み落とし、ゼウスに最後の戦いを挑んだ。多くのギガースはゼウスの来帝によって戦闘不能に陥るが、ゼウス以外の神々も奮闘した。各ギガースと神々の戦績は以下の通り、 ヘイラクレースと激戦を繰り広げた。自らの生誕の地であるパレーネーに触れている限り無敵であるため、決して倒されることがなかった。しかし、それに気づいたヘイラクレースの手でパレーネーの外に引きずり出され、殺される。ヘイラーと戦い、美しい女神に浴場しを添いかかる。一説によれば、ゼウスが彼に浴場を吹き込んだとも言われる。 衣を引き裂かれたヘーラーが悲鳴を上げたところで、ゼウスの来帝に撃たれて、戦闘不能となる。ヘーラクレースに射殺される。アポローンに左目を、ヘーラクレースに右目を射抜かれて殺される。ディオニューソスと戦うもの、の、レーツウェットユルソスで殴り倒された。ヘーラクレースに射殺される。ヘカテイの松明の火に焼かれ、ヘーラクレースに射殺される。 ケイパイストスに燃え盛る陽光を投げつけられ、ベスビオス火山を叩きつけられる。アテーナーにシチリア島を打ち付けられ、その下に封印される。アテーナーと戦う者の敗北し全身の皮を剥がれる。その皮をアテーナーは自らの盾に貼り付けた。ポセイドオンにコース島の岩山を投げつけられ、封印される。その岩山は後に火山島、ニーシューロスとなる。 ハーゲースの隠れカブトを被ったヘルメースに不意打ちされヘイラクレースによって射殺される。アルテミスとヘイラクレースの矢によって射殺される。運命の女神、モイライに聖堂の棍棒で殴り倒された後、ヘイラクレースに射殺される。アグリオス同様、運命の女神、モイライによって殴り倒され、ヘイラクレースにとどめを刺される。ありがとうございます。